イェラルド・デゥ・イールはスウェーデンの地質学者である。第4期の地質学、地形学、地質年代学の分野に貢献した。年輪のような島模様を持つバーブを発見したことで知られる。ストックホルムに生まれた。17世紀にスウェーデンに移住したオランダの貴族の家系で有名な工業経営者や政治家を輩出した。父親と兄はスウェーデンの首相を務め。 ゲラルド・ディエールも1900年から1905年の間国会議員を務めた。1879年にウプサラ大学を卒業し、その前年からスウェーデン地質調査所に所属し、第4期の地層とスウェーデン南部の地質形成の研究を行った。1878年のフィールドワークの間に最終表記の氷河湖の後の地層に、 木材の年齢に似た層上の体積に気づいた。この地質をスウェーデン語で層などを示すバーブと呼び、1882年に報告し、1884年にスウェーデン地質学会で発表した。1910年にストックホルムで開かれた国際会議で講演し、世界的に知られることになった。1年ごとに体積する層をバーブと定義し、 地質年代学という用語を提案した。1897年にストックホルム大学の教授となり、1902年から1910年の間は学長を務めた。多くの学生と西部スウェーデンのバーブの島を比較し、後期氷河期の氷河の交代の年代を調べ上げた。フィンランドのマッティ・サウラモなど、スウェーデン以外の地質学者もバーブを調べて、氷河の交代の年代を調べた。 デュイエールは、バーブが太陽活動の変化による氷河の誘拐の変化によると信じ、気候の変化を記録すると考えた。バーブの暑さの変化の時系列変化が氷河時代の原因を解明できることを期待した。1915年にスウェーデン、フィンランド、ノルウェーのバーブを比較し、その後デュイエールや共同研究者は世界各地のバーブの調査を行った。 1920年に北アメリカへエルンスト・アンティーブスとラグナー・ライデンと共に訪れ、エーリク・ノリンは1924年にヒマラヤを調査し、カール・カルデニアスは南アフリカとニュージーランドを訪れた。各地のバーブの研究結果はバーブの変化が共通でないことを示した。バーブの研究結果はその後の放射年内測定の構成に用いられている。 1924年、1930年に王立協会の外国人会員に選ばれた。ありがとうございます。